7月2日に開幕する第98回全国高等学校野球選手権大会東東京大会、荒川区、文京区、千代田区からも甲子園を夢見て大会に参加する球児たちがたくさんいます。そんな球児たち、チームをこの番組で紹介していきます。駒込高校。駒込高校の最高成績はベスト8。初戦突破は当たり前だって。目標はもっともっと上だし。全員野球で甲子園を目指しているチームで、一人一人の力ではなく全員の力で一個一個勝ち上がっていくチームです。気持ちで投げるピッチャーなので、どんどん気持ちを出していき、前面に出して試合のリズムをどんどん変えていき、いいリズムにしていけたらいいなと思ってます。自分は特にスピードボールがあるわけでもないですし、特質した変化球があるわけでもないので、とにかく気持ちでぶつかっていって努力作業で投げていきたいと思います。絶対的エースとしてチームを引っ張っていきたいと思います。夏は自分の投球でチームを引っ張って、もっと勝ちに近づけるように、そういう意味を込めて絶対的エースっていう言葉を使いました。野球ノートというものを徹底していて、まずそこの内容を見直すという点を促したというのと、あとチームノートというのを作って、チームでそれぞれ当番を決めて、チームの課題に全員が向き合えるように努力しました。迅速果断、素早く物事を決めて素早く行動に移すという意味で、自分たちは野球もそうなんですが、決断力やそういう人間的な部分も、それを試合でも発揮できたらいいと思います。ベスト16で昨年の優勝校、関東一高と当たるかも。下克上というのは、強豪校にいつも競り負けて、駒込はそこから注目をされてきたチームだと思うんですが、結局は勝ちきれてないという弱さがあるので、今年は絶対に下克上します。強豪校、シード校、一つ一つ潰していくつもりです。駒込高校は迅速化なんで、勝ち。